リガリーか。ユーピー、え、なに、この人プロ？プロ来た。いや、ペコアラも重り外すわ。今無理、1トンの重りをやってたけど。ちょ、挨拶しよう。お願いします。いや、プロの人には挨拶をして、近くに行って1回挨拶しよう。やばい、プロの人だって。写真、あの、ささ、写真撮影してください。やだ、写真撮影してくれた。うぇー、イエーイ。あら、なに、え、なんかいじめられてんだけど。あれ、うれ、何がプロに関係ないんや。こっちとら絶対関係。ユーピー、流れ取れた。おー、いける、流れから取れた。パッと横だ。あ、お願い、ごめんなさい、ごめんなさい。あの、やばい、そんな。冗談ですやん。ユーピー、そんな、mientras tanto en otra parte del mundo。皆さん、こんにちは、流れです。この度流れは皆様に謝罪しなくてはならないことがありますので、本動画にてそちらを謝罪させていただきたいと思います。6月24日に行われたホロライブ所属の宇佐田ペコラさんが行った、スマブラ SP 禁じられた参照するまで終わらない耐久ペコ配信にて、あと1勝で配信終了というところで、僕流れも、参加することができ、対戦させていただいたんですけれども、その際に、僕流れはペコラさんに負けてしまいました。負けたんです。負けました、ごめんなさい。はい、僕が負けてしまったことにより、参加できなくなってしまった、ノウサギの皆様、また、僕を、応援してくださった、僕に期待を寄せてくださった、視聴者の皆様に、大変お詫び申し上げます。この度は申し訳ございませんでした。僕がどのように負けてしまったかは、宇佐田ペコラさんの、配信アーカイブまたは切り抜きが上がるかもしれないので、そちらを見ていただけると幸いです。